何ですか？おお。ん？ドラクエじゃなさそう。さっき出たしね。ファイアーエンブレムでもなさそうな雰囲気。なんだこれは。ロマンシングサガ。ロマサガか。フルリメイクで蘇る。あ、フルリメイクなんだね。確かにロマサガってそんなになんかリメイクが出てるってイメージないなーってか、めっちゃすごいオープンワールド的な歩きするね。七英雄との壮大な戦いに挑む。七英雄、おお、先生来い。バトルでは新たな技を得得するひらめきや、ひらめき、ひらめきと何が起きるのかな。陣形はそのままに。え、並び替えたりとかできるんだね。タイムラインバトルか。だから単性ではないんだね。連携技など新要素も加わり、戦略性がアップ。連携チェーンアタック、領土をどのように広げていくのか、どの順番で七英雄に戦いを挑むのか、スービーへ選択によってその後のストーリーが大きく変化。ザマーキャット、圧倒的な力を持つ七英雄を前に、ノエ皇帝を継承しながら数千年に及ぶ戦いが始まる。あ、かわいい、今の子かわいい。ロマンシングサガ2、リベンジオブザセブンは10月24日。これは壮大な RPG だね。セロシーフルリメイクで蘇るロマンシングサガ2をどうぞお楽しみ。おお、フルリメイクはいいですね。ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただき